吉田さん、一つのことに絞ってやる。多分大筋ではそうなんでしょうね。でも三浦智和さんは「レールウェイ」という映画の中でこんなことを言ってるんだよ。こんなことを言ってるんですね。あの一つのことだけやってたんじゃダメなんだと。この年になってそれを痛感しているよっていうふうに言うんですよ。これはねどんなところで出たサリフかというとこの三浦智和さんはあの レールウェイね、無事故無違反で35年間やり通して定年を迎えようとしている運転士の役をやってるんですよところがですね定年を機会に奥さんが看護師に戻りたいっていう風に言い出すんですよでもこの三浦智和さんは自分が定年したらね奥さんとのんびり第二の人生を考えていたんですよねそのために旅行まで計画していたんですよ でその矢先に「お疲れ様と定年したら私仕事に戻りますからお願いねやらしてねって言ったら今更仕事なんてしなくていいだろうみたいな感じでね、うん、やっぱこう意見が分かれるわけなんですよでもまあ高圧的だったその役柄の三浦智勝さんは認めなかったんですよねでそれがこじれて離婚することになっちゃったんですよで順調に仕事もやってきたし 家庭もそれなりに円満だったと思っていたその三浦智和さんはショックを受けてね俺の何が悪かったんだろうかっていうふうに嫌顔でも振り返ることになるんですよ。同時期教育係として部下を持っていた新人の部下を持っていたその三浦智和さんはねその新人の彼がちょく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 携帯電話でね誰かとやり取りしてるのが気になっていたんですよ。 職務中に何やってんだみたいな感じなんですよね。で、ある時、その新人さんが休んじゃうんですよ。で、仕事に復帰してきた時に、もうね、打ち明けるんですよね。すいませんでしたって今まで。実は、彼女と別れ話が出てきていて、それで揉めていて、どうしても身が入んないんですよって言うんですよね。そしたらずーっとね、その三浦智子さんは、そんな奴は運転手に向かんぞと。個人的な、 感情を仕事に持ち込むなとか言ってたんですけども、さすがにね、奥さんに離婚を切り出された、その三浦智勝さんは、なんかだんだん分かってくるんですよね。あ、こういう気持ちなんだ。って。で、その新人君に言われるんですよ。先輩は、滝島さんっていう役柄だったんですよね。月島さんか。月島さんは、無事故無違反で仕事をやってこられた立派な人ですと。でも僕はそうじゃないんですと。 もう凹みますよ。プライベートで彼女と別れ話があったら嫌になりますよ。でも、月島さんにはそんな気持ちないですよね。すごい人ですからね。だから僕の気持ちわかんないと思います。って言うんですよ。でも、離婚話を切り出されて離婚に至ってしまった三浦智和さん、月島さんはね、ガーンとショックを受けるんですよ。そんなことねえよ、と。俺だって、 奥さんに別れを切り出されたらお前と同じでヘナヘナになってるよみたいな感じで、ね、それからなんかねその新人君と結構打ち解けるようになってきて仕事の厳しさとかありがたさっていうのにお互いに気づかされるようになるんですよねそして三浦智子さんは奥さんの別れた状態で最後の勤務運転手としての仕事を迎えるんですよねそれがラストシーンになりますそのラストシーンで奥さんに お願いすするんですよ頼むからこの最後の運転だけは乗ってってくれないかっていうふうに言うんですよね他にもさまざまなエピソードがあるんですけども最後に奥さんが「うん、分かった最後まで見届けさせてもらうね」って形で離婚はしたんだけども電車に乗ることによって長い勤務のお疲れさを示すんですよねそして終点に三浦智和さんが行きます自分は 仕事しかできななかっったた人間だったけどもでもこれからはいろんなことを考えていかなくちゃいけないなっていうふうに気づくんですよねそしてそれを奥さんに告げるわけなんですよで奥さんはもう離婚してますから他人といえば他人なんですけどももう一回だけプロポーズするんですよでその後どうなるのかはねえー、本当にラストシーン面白いところなんでここでは言いませんけどもここで言えるのはやっぱりね一つのことを やっていかななくちゃダメなんだけどもでもずーっとそれじゃダメだよってことなんですよねずーっとそれじゃダメ志村けんさんもお笑い一筋でやってきたんだけどもだけども他のものを大切ののにもつまずいてきたと思いますしだけどもバラエティ番組に出なかったりとかね対談番組に出なかったりとか一本筋を通してきた自分はお笑いの場には出るだからお笑い芸人なんだ そのお笑い芸人があっちこっちにつまみ食いしたりとかね大々的に CD 出したりとかそういうんじゃないよみたいなそういった姿を見せてくれたんじゃないかなと思うんですよそして最後まで笑いとともに、えー、この世を去っていったのかなとその思いは私たちの心の中にいつまでもね最初はグーという気持ちで <laughs> 根付いてるのかなと思いますね、はい、今回は三浦智和さんのお話にさせてもらいましたいやーいい俳優ってのはね本当にこれからも 長くいい映画作ってもらいたいものですねそれでは失礼します